おはようございます。あー暑い。今日は普通に気になるねメニューがあったので、今日はこれを買ってきました。今日の動画は家でご飯を作って食うだけなんで、見てくださってる皆さんにはちょっと今回申し訳ないんですけど、何の面白みもない動画になってるんで、あんまり期待せずにご覧ください。今日買ったラーメンの方はなんかめちゃくちゃ辛いらしいんで、楽しんで食べれるようにいろいろちょっと工夫しながら作っていきたいと思います。暑いよ。ごま油、うん、ういこれ鶏肉よいしょ。これね、これほい、はい、いってらっしゃい。よいしょ。はい、酒、はい、塩コショウ、これ、火が通るまでちょっと待機。感じ。これ一応一袋に5パックかあったんで、とりあえず全部入れていきます。こんな感じ。あ、なんかね、乾麺にしてはねちょっと麺太め。ういういういえい。あ、これこれこれ、一応中にはソースと火薬の2種類が入ってます。で、なんか今携帯で調べたら茹で汁をなんか少し残さなきゃいけないらしいんで、ちょっとだけ残していきます。ほい、ほい、ほい、熱っ、熱っ。今これ曇る。今麺出来上がったんで、今これにタレあげていきます。ほは、よし、こんな感じに混ざったんで、ちょっとね盛り付けをしていきます。今日はこのホットプレート、とりあえず麺と、はい、オッケー。これね、チーズ、ほい、よし、これで温めて食べていきたいと思います。はい、で今こんな感じでできたんで、早速食べていこうと思います。でちょっとこの後ろはね、生活感に溢れすぎてるんで、グリーンバッグを置いとくんで、爽やかな映像を流しておきます。じゃあすぐいただきます。いただきます。
うん、あ、全然、まあ、辛っ、辛いわ、めっちゃ辛いわこれ。うん、うん、あ、辛いわ、辛い辛い、うん、で、あ、でもうまいわ。こっち食べよう。うん、うまい。チーズ。うお。てこれ。まあ、うまい。うまいわ。薬味かけた方が美味しい。あ、でも全然辛い。うん。うん。むせてる。うわ。ビールに合うなこれ。チーズ。うわ。うまいでしょこれ。だ、うまい。うん。全然辛さも和らぐ。辛いラーメンが好きで、今や中本さんとかよく食べに行くんですけど、なんかね、全然違う、これは。あのね、辛さの種類が違うっていうか、痛い。うん。うん。もうちょっと事前に辛いって聞いてたので、生卵買ってきました。うまいかな、これ。うん、うまっ。あ、全然マイルドだわこれ、卵入れると。ビールビール。ごちそうさまでした。あっつ。はい、ということで、なんだっけ、ドルダック、ポルダック、ポックミョ、あ、の2倍ですね。お、5袋、いただいてきました。
いや、辛いけどね、めちゃめちゃ美味しい。今回食べたのは、赤色の2倍なんですけど、まあ、普通に2倍じゃない黒いやつとかもあったりして。で、まあ、その他にも、なんかいろんな種類があるんで、まあ、ぜひ辛いのが苦手な人でも、まあ、こういったね、いろいろアレンジ加えてみて、食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。でね、今回、なんでこういう動画を撮ったかっていうと、まあ、僕、普段、ちょっとね、店で撮ることしかないので、なかなか動画内でね、話すことが難しいんですけど、まあ、せっかくもう、こうやって皆さん見てくれてるので、こう質問コーナーであったりとか、まあ、視聴者さんと何か会話ができる場が作れればなと思って、こういう動画を作らせていただきました。なので、コメント欄とかに、質問とかそういったこと、書いていただければ、まあ、次のね、こういう家の動画で、ちょこちょことお話ししながら食べていければと思ってますので、なんかあればね、コメントの方にお書きいただければと思います。はい。ということで、まあ、全然ね、面白くない長い動画にお付き合いいただいてありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録、コメント。